皆さんこんにちは。第53回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブのテスト放送をお送りしたいと思います。コミュニティチームモルモルこと室内です。どうぞ皆さん、グレン祭が始まったところで皆さんお忙しいとは思いますが、少々お付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本日第53回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブは、この後午後8時から本番が行われますけれども、それに先駆けまして、今回も YouTube、Twitch、ニコニコ生放送と3チャンネルでお送りしておりますので、各チャンネル映像音声問題ないかの確認だけをさらっとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、まずは映像音声のチェックです。皆さんご覧のチャンネル、YouTube でご覧の方は、Twitter でハッシュタグ XIVLIVE 14 LIVE をつけた状態で、映像に乱れがないか、声と BGM のバランスがどうか、その辺あたりをフィードバック寄せてください。Twitch とニコニコ生放送でご覧の皆様は、それぞれのチャットで、声が小さいだの、 BGM が大きいだの、映像が乱れてるだの、もしあれば、コメント寄せていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと皆さんのフィードバックいただきたいので、少しこのまま喋り続けますが、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。なんでそんなシャツ着てるの？この後宣伝やらされる。あ、なるほど、びっくりした。プロモーション用衣装でございますね。ほど良さそう。はい、大丈夫です。YouTube も大丈夫かな。お、大丈夫そう、素晴らしい。今日はですね、テスト項目実は少なくて、本日事前にご案内の通り、今日はフォーラムで事前に皆様からいただいた Q&A にひたすら答えていく回ですので、ほぼ全ての画角はこのカメラで行いますので、テストするものも少なくて、いいかなと思っております。ということで、技術テストは何度も最速じゃない、早くも終了でございます。皆さんご協力ありがとうございました。ということで、今日はせっかくこんな早い時間から皆さんお付き合いいただいてますので、ですね、先日から事前販売を開始しております次の9月に実施されますファイナルファンタジー14、オーケストラコンサートエオルゼアフシンフォニーの時のグッズがありますが、そちらの現物がですね、こう私の手元に山ほどひとしきりあるのかな、ひとしきりあるので、ちょっとね、現物をご紹介したいなと思いますので、もう少々お時間ある方は見ていってください。で、もう買われた方もあると思うんですが、順番に行こうかと思います。まずは、オーケストラアレンジメントアルバムの2つ目、こちら。まあこれ見せられてもふーんっていう感じだとは思いますが、我々にしては珍しくもうできてますね。はい、こちらがまず1つ目のグッズでしょう。続きまして、カレンダー、シャドウブリンガーズオフィシャルカレンダーがあります。よいしょ、こちら。あらら、立派。これもね、ほら、あ、失敗したわ、失敗した。これやってから気づいたんですけど、私がこうね、白い紙を掲げてこういうことをするといろんなもののフリー素材になるなって今やってから気づいたんですけど、まあもう遅いからいいです。こちらは今鋭意制作中でございまして、もし後で時間があれば、制作中の実際にどんなものになるかどうか、あ、そう、光の反乱だってっていいこと言ってくれた人がいた。そうなんですよ、賢い人には見えるカレンダーですよ、ね、後ほど実際どんなアートが使われているかはいくつか、ご覧いただけるかと思いますので、まあちょっと今一旦はこれもサイズ感こんな感じですね、いいよね。続いて、エコバッグいきます。エコバッグ、じゃん、こちらエコバッグです。これいいでしょ、エコバッグ。これがですね、ジャック、頭がパカッと割れるのを開けもすれば、よいしょよいしょが出てきまして、あらあらあら、おつ、エコバッグね、いいいいサイズ感でございませんか。いいですね、これなんて言うんだろう、この素材、ダメになりにくい素材のやつです、ね、でこれに収納しておけると、あら素敵、いいじゃん、エコバッグ。
くしゃくしゃなの。これ畳んで入れたらそれはね、シワになりますから。これはいいですよ。よいしょ。不織布。そんな感じがするんだけど、勝手に素材を打って違ったら問題になるので、あえて言います。シャカシャカするやつです。続きまして、フロストグラス。こちら、こんな箱に入ったグラスです。ポリエステルだそうです。はい、ありがとうございます。こちらがグラス。あら、素敵。あら、これ。ね。なんていうの、このすりガラスっぽいのに、こう、金色のモグたちが。ね。フロストグラス。フロストグラスというらしいです。はい、いいですね。こちらもいいサイズ感。ショットグラスよりは大きいですね。うん、涼しげで、ぜひぜひお求めください。続いて、チケットケース。これ新しいやつ。これね、実際見てもすげえいいなと思ったんです。これ。よいしょ。なんていうんですかね。型押しされてる。よいしょ。よいしょ、これでしょ。ね、これいいですよ。何がいいかと言いますと、中開けますのがこんな風になってまして、見えますかね。ここにこういろんなものが挟めたりして、まあチケットケースってことなんだからチケットが入るんでしょうけど、私の目視です。目測によりますと、多分これパスポートとか、そういうサイズの類のものも入れられるので、パスポートケースとか、俺は小銭は持たねえっていう人がちょっとしたお札入れとかにも使えるんじゃないかと。これ非常におしゃれ。ね、いいんじゃないでしょうか。はい、こちらがチケットケース。そして続きまして、オルゴール。ズーン。何やら、仰々しい入れ物になっておりますが、よいしょ。あら、素敵。高そう。立派な金色の、ね、エオルゼアンシンフォニーと書かれたオルゴール。今はここまで。あとでもしかしたらもうちょっと開けてみるかもしれませんが、一旦ここまでということだそうです。続きましてシャツ。こちら、これね、先日インスタグラムに投稿されましたが、私のサイズ感、身長174センチぐらいの人が着るとこんな感じ。スクエニーの14のいろんなイベントシャツとか、お買い求めになったことがある方は、私が着ている T シャツのサイズは M サイズです。M サイズの人が着ると多分ちょうどいいぐらいのサイズ感ですね。で、胸に刺繍の指揮者モーグリがいます。で、あとこの袖の、 この折り返しと、ね、ここに分かります？モグの絵があるのと、あとこの襟の返しのとこにこんなおしゃれなのが入っておりまして、大変よろしいので、これぜひぜひお求めくださればと思います。そして最後にハンカチセット。ハンカチセットが、この2つ、イエロー、そしてあ、どこでしょう、ネイビーね、こちらの2色になっております。でですね、これがでかい。はい。こういうサイズ感、ハンカチでございます。という以上、都合8点かな、がございまして、こちら今 e ストアで、事前販売中。で、まだ、これまだやってますよね。18日まで。今月。手品やりそう、その通りですね。今月18日前となっておりますので、ご検討中の方はですね、ぜひともこの機会にお求めいただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。説明以上。大丈夫ですか？言い忘れないですね。はい。それでは、紹介するものも終わりましたので、テスト放送以上でございます。本番は、午後8時からで、そうですね、午後7時半からもう一回本番用の今ご覧のチャンネルは、YouTube とニコ生の皆さんはテスト放送専用のチャンネルなので、本番は午後8時からになりますが、7時半から、本番用のチャンネルでもう一度最終の
直前テスト放送を手短にやらせていただいて、午後8時からいよいよ第53回ファイナルファンタジー14プロデュースされたライブとなります。今日はひたすらいっぱい質問に答えていければなと思っておりますので、どうぞご期待してお待ちいただければと思います。それではもう、2時間弱ぐらいですかねありますので、グレンサイをアスレチック登りをですね、皆さん今のうちにやっつけといていただければと思いますので、それでは一旦失礼します。またお会いしましょう。さようなら。